はい、どうも宮間です。今日はね、こんなん届きました。はい、水苔です。水苔、圧縮されてる水苔ですね。はい、まあ基本的に水苔あんま使わないんですけど、まあちょっとね、ある作業の過程でね、水苔使ったりもしますので、買ってみました。今までホームセンターでちびちび買ってたんですけどね、なかなか高いんですよね、水苔も。結構高いんです。ね、使われてる方はご存知と思うんですけど、なかなかのお値段します。なので、まあ、業務用というか、まとめて買った方が安いだろうと思って、まあ、インターネットでいろいろ調べたらね、結構ね、安いのがあったので買いました。これ5キロです。5キロ分。5キロですね。これ圧縮をほどけば、容量にしたら400リットルぐらいありますね。うん。400リットルぐらい。これで7700円ぐらいでした。7700円。で、送料無料だったですね。はい。ホームセンターでね、買うよりは結構安いです。ね、この量をね、ホームセンターで買ったら多分1万2000円以上、1万3000円ぐらい多分すると思います。ね。まあそれを7700円。まあ半額まではいかないんですけど、まあ半額よりちょい上乗せですね。うん。まあそのくらいの値段でこう手に入りました。まあね、どっちみち使うんで、うん。まあ大量に買った方がいいだろうなということで、今回買ってみました。はい。まあ、結構な量ですね。ほんで、ちゃんと圧縮されてます。はい。で、使うとき、これからいちいちね、ちぎり取って使うのも面倒なので、まず、こちらの容器に、ある程度移します。はい。で、使うときはね、こちらから取って、使用しようかなと、使おうかなと思ってます。ということでね、ちょっと開けてみますね。まあ、ちょっとある程度散らかると思うんですけど、ちょっと開けてみます。よいしょ。カッターいるかな。はい、片っぽ開いた。このシール剥がせばいいか。よいしょ。ここもシールか。ここちょっと切ってみよう。はい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 、開きました。きました。じゃあちょっとちぎっていきましょう。よいしょ。はい、あ、水苔の匂い。ありますね。ちょっとこうほどいてみようかな。うん、まだいける。よいしょ。まあね、こういった業務サイズというか、こういうのにはまあ仕方ないことですね。ちょっとした異物が入ってますが、うん、まあね、まあ言ってしまえばね、こんなんもね、マットになりますからね。それは言い過ぎか。よし、じゃあどんどんちぎっていこう。
よいしょよいしょ。はい、まあこんなもんかな。とりあえずこんぐらいあればしばらく持つかな。はい。はい、OK。ちょっと散らかりましたね。はい、あとこいつらは、はい、はい。一応テープで留めとこっかな。はい、OK。はい、こんだけむしり取ってみましたけど、まあ、ほとんど減ってないですね。頼もしいです。もうしばらく買わなくていいかな。うん。やっぱりね、あまり金をかけたくないっていうのがあるんで、だいたいね、買うときはかなり大量に買います。ね。結局、ちびちび買ってたら、結構金かかるんですよね。まあ、ゼリーにしてもそうですね。はい。まあ、こんな感じです。はい。なんか、水苔が大量に届きましたよっていう動画でした。はい。ちょっとこんだけですけど。まあね、こんだけの容量の、ね、これだけの容量の水苔は、まあ、めったに見ないので、ちょっと撮影してみました。はい。はい。今日の動画は以上です。はい。ご視聴ありがとうございました。